ヘイラクレンスはギリシア神話の英雄。ギリシア神話に登場する多くの半神半人の英雄の中でも最大の存在である。後にオリウンポスの神に連なったとされる。ペルセウスの子孫であり、無形な王家の血を引く。妖名をアルケーデースと言い,い、祖父の名のままアルカイオスとも呼ばれていた。講述する十二の工業を行う際、ティリュンスに居住するようになった。 彼を、デルポイの巫女が、ヘーラーの栄光を意味するヘーラクレースと呼んでからそう、名乗るようになった。キュノサルゲスと、古代ギリシア各地で神として祀られ、古代ローマにおいても、盛んに信仰された。その象徴は弓や、棍棒、鎌、獅子の毛皮である。ローマ神話名はヘラクレスで、星座名のヘルクレス座はここから来ている。英語名は、ギリシア神話では、 ヘラクリーズ、ローマ神話ではヘラクレス。イタリア語名は、ギリシア神話ではアラクル、ローマ神話ではエルコレ。フランス語名は、ギリシア神話ではヘラクリーズ、ローマ神話ではハーキュールという。なお、欧米では、ローマ神話名の方が一般的に用いられている。日本語では長文を省略してヘラクレスとも表記される。 ローマカピトリーの美術館にあるヘイラクレースと2匹の蛇の像。ティントレットの絵画、天の川の起源。ロンドンナショナルギャラリー所蔵。1800年にロンドンで50ギニーで購入された絵画。ジャンイコール・バプティスト・コルベールのコレクションを経て、オルレアンコレクションとなった。ヘイラクレースは、ゼウスとアルクメーネーの子。アルクメーネーを見染めたゼウスは、様々に言い寄ったが、 アルクメーネーは、アムピトリオーンとの結婚の約束を守り、決してなびかなかった。そこでゼウスは、アムピトリオーンが戦いに出かけて、不在の折、アムピトリオーンの姿をとって、遠征から帰ったように見せかけ、ようやく思いを遂げ、一夜を三倍にして楽しいんだ。アルクメーネーは次の日に、本当の夫を迎え、神の子ヘイラクレースと人の子イーピクレースの双子の、母となった。 アルクメーネーが三気づいたとき、ゼウスは、今日生まれる、最初のペルセウスの子孫が全アルゴスの支配者となると、宣言した。それを知った、ゼウスの妻ヘーラーは、出産を司る女神、エーレーテューヤを使わして、双子の誕生を遅らせ、もう一人のペルセウスの子孫でまだ7ヶ月の、エウリュステウスを先に世に出した。こうしてヘイラクレースは誕生以前から、 ヘーラーの憎しみを買うことになった。ヘーラクレースの誕生後、ゼウスはヘーラクレースに、不死の力を与えようとして、眠っているヘーラーの父を吸わせた。ヘーラクレースが父を吸う力が強く、痛みに目覚めたヘーラーは赤ん坊を突き放した。この時飛び散った父が天の川になったという。一説には、アルクメーネーは、ヘーラーの迫害を恐れて、赤ん坊のヘーラクレースを、 城外の野原に捨てた。ゼウスがアテーナーに命じて、ヘーラーを赤ん坊の捨てられた野原に連れて行くと、アテーナーは赤ん坊を拾い、赤ん坊に母乳を与えるように進めた。赤ん坊の来歴が知らされていないヘーラーは、愛意に思い、母乳を与えた。最後にアテーナーは、不死の力を得た赤ん坊を、アルクメーネへの元へ返し大切に育てるよう告げる。 これを恨んだヘイラーは密かに2匹の蛇を双子が寝ているゆりかごに放ったが赤ん坊のヘイラクレースはすででこれを締め殺した。ヘイラクレースはアムピトリウオーンから戦車の扱いをアウトリウコスからレスリングをエウリュートスから休術カストールから武器の扱いをリノスから盾ごとの扱いを学んだ。 しかし、リノスに殴られた際、ヘイラクレースは激怒し、リノスを盾ごとで殴り殺してしまう。そして、ケンタウロス族のケイローンに武術を指示して、豪遊無双となった。キタイローンさんのライオンを退治し、以後ライオンの頭と皮をかぶと、鎧のように身につけて、戦うようになる。ヘイラクレースは、ギフ、アムピトリオーンが属するテイを助けて、オルコメノスの軍と戦い、これを倒した。 クレオン王は、娘メガラを妻として、ヘイラクレースに与え、二人の間には三人の子供が生まれた。しかし、ヘーラーがヘイラクレースに狂気を吹き込み、ヘイラクレースは我が子とイーピクレースの子を炎に投げ込んで殺してしまった。正気に戻ったヘイラクレースは、罪を償うために、デルポイに赴き、アポローンの神託を伺った。神託は、 無形なよう、エウリュステウスに使え、銃の務めを果たせというものだった。ヘーラクレースはこれに従い、本来なら自分がなっている、はずの無形なように使えることになった。ヘラクレスの選択といえば、あえて苦難の道を歩んでいくことを言う。エウリュステウスがヘーラクレースに命じた仕事は次の通り。ネメアの獅子を締め殺すヘラクレース。ネメアの獅子は刃物を通さない。 強靭な皮を持っており、矢を打っても傷一つつかなかった。平楽レースは、棍棒で殴って悶絶させ、洞窟へと追い込んだ。そこで洞窟の入り口を大岩で塞いで、逃げられないようにし、三日間の格闘の末に締め殺した。この獅子は後に、獅子座となった。あらゆる武器を引く毛皮は、獅子の爪によって加工され、彼はその皮を頭からかぶり、鎧として用いた。 獅子が、英雄のシンボルになったのもこのためである。レルネーのヒュドラーと戦うヘイラクレース。アントニオデル・ポンライオロクヘラクレスとヒュドラヒュドラーは、レルネーの沼に住み、9つの頭を持った水蛇である。触れただけで生きとし生けるものを絶命させる、世界最強の猛毒を有していた。ヘイラクレースは、ヒュドラーの吐く毒気にやられないように口と鼻を布で、 覆いながら戦わねばならなかった。ヘーラクレースははじめ、鉄の鎌で、ヒュドラーの首を切っていったが、切った後からさらに二つの首が生えてきて収集がつかない。しかも頭の一つは節だった。従者のイオラオスが、ヒュドラーの傷口を、松明の炎で焼いて、新しい首が生えるのを妨げて、ヘーラクレースを助けた。最後に残った節の頭は、 岩の下に埋め、見事ヒュドラーを退治した。そしてヒュドラーは、海蛇座となった。また、この戦いで、ヘーラーが、ヒュドラーに加勢させるべく、送り込んだ巨大なバケガニを、ヘーラクレースはあっさり踏みつぶしてしまった。このカニが、その後カニ座となった。エウリュステウスは、従者から助けられたことを口実にして、功績を向こうとしたため、工業が一つ増えることになった。 またヘイラクレースはヒュドラーの猛毒を矢に塗って使うようになった。赤矢地方のケルネイアンの鹿は女神、アルテミスの聖獣で黄金の角と聖堂のひずめを持っていた。四頭の兄弟がおり、アルテミスに生け取られ、彼女の戦車を引いていたが、この五頭目の鹿は狩猟の女神を持ってしても捕らえることができないほどの足の速さを誇った。 女神から傷つけることを禁じられたため、ヘーラクレースは一年間追い回した末に鹿を、け取りにした。その後この鹿はアルテミスに捧げられ、他の四頭と共に戦車を引くこととなった。エリュマントス山に住む、一食いの怪物、王位を生け取りにした。生け取り自体は、刺したる問題なく片付いたが、この時、ヘーラクレースは、 ケンタウロスのポロスに助力を求めていた。ポロスが預かっていたケンタウロス一族の共有していた酒をヘイラクレースが飲んだことによりケンタウロス一族と争いになった。その戦いで誤って武術の死であるケイローンにヒュドラーの毒矢を放ってしまった。ケイローンは不死の力を与えられていたが毒の苦しみに耐えきれず不死の力をプロメテウスに譲として 死を選んだ。この時にケイローンの不死の力を受け入れてもらうために、ヘイラクレースがカウカーソスさんに縛り付けられていたプロメーテウスを解放したとされる。この後、ケイローンの死を惜しんだゼウスは彼をいて座にしたという。エイリス王アウゲーアースは3000頭の牛を持ち、その牛小屋は30年間掃除されたことがなかった。ヘイラクレースはアウゲーアースに、 一日で掃除したら、牛の10分の1をもらう、という条件を持ちかけ、アウゲーアースは承知した。ヘイラクレースは、アルペイオス川とペネオス川の二つの川の流れを、強引に変え、小屋に引き込んで30年分のお物を一辺に、洗い流した。しかし、おかげでこの川の流れは狂ってしまい、たびたび洪水を引き起こすようになったという。エウリュステウスは、 罪滅ぼしなのに報酬を要求したとして、これをノーカウントにしたため、さらに工業が一つ増えることとなった。また、アウゲイアースは、約束を守らず、知らんぷりを決め込んだ。ヘイラクレースはこのことを忘れず、後になって、アウゲイアースを攻略した。家畜のお物処理という後年使われる英雄の、ステレオタイプとしてのヘイラクレース像としてはにつかわしく、ない造業であり、 単独の美術題材として用いられることが極めて少ないエピソードとして有名。スティームパーリデスの鳥を撃ち落とすヘイラクレース。スティームパーリデスの鳥どもは翼、爪、くちばしが正道でできていた。ヘイラクレースはこの恐るべき怪鳥どもを驚かせて飛び立たせるため、ヘイパイストスからとてつもなく大きな音を立てるガラガラを借り受け、音に驚いて飛び立ったところを、 ヒュドラーの毒矢で落とした。また、矢が効かないので彼に襲いかかってくるところを、一羽ずつ、捕らえて締め殺したとも言われている。クレータ島の王、ミーノースを罰するためにポセイドオンの送り込んだ、クレータの王牛を生け取りにした。この王牛は、ミーノータウロスの父親であり、美しいが、竹だけしく、極めて凶暴であった。ヘイラクレースは、 ミーノース王に協力を求めるが拒否され、結局素手で格闘してこの牛をおとなしくさせ、アルゴスまで連行した。ディオメーデースの、一食い馬は、トラーキア王ディオメーデースは、アレースの子で、旅人を捕らえて、自分の馬に食わせていた。シケリアのディオドロスによれば、ヘーラクレースは、ディオメーデースを逆に馬に食わせてしまい、馬は生け捕りにしたという。また、アポロドロスによれば、 ヘイラクレースが馬を奪った後に、ディオメーデースが軍勢を率いて、馬を奪還しようとしたため、ヘイラクレースは、若手の少年に、馬の番をさせて、戦いに出かけた。ディオメーデースを戦いで殺害し帰ってくると、少年は馬に食い殺されていたという。エウリュステウスの娘、アドメーテーが、アマゾーン城を引っ張りテ定の腰帯を欲しがったために、これを持ってくることを命じられた。 ヘイラクレースはアマゾーンとの戦いになると考え、訂正すらの勇士を集めて敵地に乗り込んだが、交渉したところ、ヒッポリュテイは強靭な肉体のヘイラクレースたちを見て、自分たちとの間に丈夫な子を作ることを条件に腰帯を渡すことを承諾した。ところが、ヘイラーがアマゾーンの一人に返じて、ヘイラクレースが女王を拉致しようとしていると煽ったため、 アマゾンたちはヘイラクレースを攻撃した。ヘイラクレースは最初の還元は罠であったと考え、ヒッポリュテを殺害して腰帯を持ち帰った。一説ではヘイラーが変装したのはヒッポリュテ本人で彼女に変装したヘイラーがヘイラクレースたちが国を乗っ取ろうとしていると他のアマゾン族をそそのかし襲撃させた。突如襲撃されたヘイラクレースは激怒。 ヒッポリュテイに攻めより、必死に身の潔白を訴えるヒッポリュテイを殴り殺してしまった。冷静さを取り戻したヘイラクレースは、ヒッポリュテイの目は嘘を言っているように見えなかったと、話も聞かず殺してしまったことを後悔した。ゲイリオオンと戦うヘイラクレース。ゲイリオオンの飼う赤い牛を求めるのだが、ゲイリオオンは、メドゥーサがペルセウスに殺された時に、 シオと共に飛び出したクリューサーオールの息子で、太陽オーケアノスの西の果てに浮かぶ島、エルテアに住んでおり、常人は、行き着くことができなかった。アフリカに行き着いたヘイラクレースが、太陽の熱気に起こり、太陽神、ヘイリオスに矢を追いかけたため、ヘイリオスは、その号機を、化して、黄金の逆きを与えた。別の説では、ヘイラクレースは、矢で太陽を追い落としてみせ、 ヘイリオスに無理やり黄金の杯を貸させた。ヘイラクレースは杯に乗ってオーケアノスを渡ることができた。エリュテアでは相当の犬オルトロスが牛を守っていたが、ヘイラクレースはオルトロスや牛の番人を棍棒で撃ち殺して赤い牛と共に牛の群れを奪った。そして牛を奪い返さんと追ってきたゲイリオオンを射殺した。 ヘラクレスは冒険の途じ、ジブラルタル海峡を通過した際に、海峡の両岸に、ヘラクレスの柱を残した。また、登るのが面倒な高い山脈を叩き割って、大陸であった場所に海峡を作り、割れた山脈の両辺を、ヘラクレスの柱としたとも言われる。ジョバンニアントニオ・ペレグリーニの絵画、ヘラクレスと、ヘスペリです。バイセンシュタイム上所蔵。 ヘスペリデスの居場所を知らないヘイラクレースは、水神ネーレウスと取っ組み合い、これを捕まえた。ネーレウスは、怪物や水、火などに変身して、逃れようとしたが、ヘイラクレースが捕らえて離さなかったため、やむなく場所を教えた。黄金のリンゴは百の頭を持つリューラードーンが守っていたが、ヘイラクレースはこれを倒して、リンゴを手に入れた。ラードオンは、竜座となった。 一方、アポロドーロスは全く異なる伝説を伝えている。ヘイラクレースは人間に火の使い方を教えたためにゼウスに罰せられてカウカーソスさんに縛り付けられていたプロメーテウスを救い出して助言をこうた。プロメーテウスはヘスペリデスはアトラースの娘たちだからアトラースに取りに行かせるべきであると答えた。アトラースは神々との戦いに敗れ、 天空を担ぎ続けていた。ヘイラクレースがアトラースのところに赴き、ヘイラクレースが天空を担いでいる間にリンゴを取ってくるよう頼むと、アトラースはこれに従いリンゴを持ち帰った。しかし、再び天空を担いで身動きできなくなるのを嫌って、自分がリンゴを無形内に届けると言い出した。ヘラクレースは一計を案じ、頭に円座を装着してから天空を支えたいので、 少しの間天空を持っていてほしいと頼んだ。承知したアトラースが天空を担いだところで、ヘイラクレースはリンゴを取って立ち去った。ケルベロスは、オルトロスの兄貴分であり、三つの頭を持つ犬の化け物。ヘイラクレースは冥界に入って、ハーデンスから傷つけたり殺したりしないという条件で許可をもらい、ケルベロスを生け捕りにした。その際、 ペルセポネを略奪しようとして、傍客の椅子に囚われていたテーセウスとペイリトースを助け出した。また、地上に引きずり出されたケルベロスは、太陽の光を浴びたとき、狂乱して、よだれを垂らした。そのよだれから、独創のトリカブトが生まれたという、ヘイラクレースの柱。ジブラルタルとセウタの間がヘイラクレースによって、砕かれて、海になった。 ヘイラクレースは十二の工業の一つであるゲイリオーンの牛を取りに行く途中に巨大な山脈を登らねばならなかったが、それは非常に面倒なことであったので近道をしようと考えた。山脈さえなくなれば道のりを短縮できると考えたヘイラクレースは巨大な山脈をその海力で砕くことにした。ヘイラクレースは棍棒で山脈をぶん殴り、 その圧倒的な海力で山脈をま、ぶたつにした。それだけではなく、山脈の元に横たわる大地も、平落レースの海力に耐えきれずに吹き飛んだ。その結果、大西洋と地中海が、ジブラルタル海峡でつながった。以降、分かれた二つの山脈をひとまとめにして、平落レースの柱と呼ぶようになった。また、もともと、ジブラルタル海峡があったが、 あまりにも幅が広く、このままでは、海の怪物たちが地中海に押し寄せてきてしまうため、ヘ楽ラクレースが大陸そのものを動かしてこの海峡を狭くしたとする説もある。12の工業の他にも、ヘ楽ラクレースは壮大な冒険を繰り広げた。リビアに住んでいたアンタイオスは、ポセイドンとガイアの息子であり、大地に触れている間は無敵の力を得ることができた。 彼は通りかかる旅人に戦いを挑んでは殺し、そのドクロや持っていた宝物を父ポセイドーンの神殿に飾っていた。彼は通りかかったヘイラクレースにも戦いを挑んだ。ヘイラクレースは何度もアンタイオスを打ち倒すが、その度に復活し、力が無限に増すアンタイオスに苦戦を強いられた。最終的にヘイラクレースは大地に触れていなければ、 無限の力が得られないという彼の弱点に気づき、ヘーラクレースはアンタイオスを持ち上げ、そのまま彼を締め殺した。ペライの王であるアドメートスに死期が迫った時、その妻のアルケースティスは死に火にした夫のために命を投げ出した。アドメートスが死ぬ時、家族の誰かが身代わりになって命を落とせば、 彼は死なずに済むという約束を、運命の女神も以来と交わしていたからである。この時、ヘイラクレースが通りかかり、ことの次第を聞いて、正義感からアルケースティスを死なせてはならないとして、彼女の霊魂を追った。アルケースティスは、死の神タナトスによって冥界に送られるところだったが、ヘイラクレースはその腕力で死の神を打ち倒し、彼女の魂を奪い取った。 ヘイラクレースのおかげで、アルケースティスは生き返り、運命の女神との約束によって、アドメートスも生きながら得ることができた。また、アルケースティスの霊魂を追って冥界にまで行き、ハーデースと格闘して奪い取ったとする説もある。ヘイラクレースが、カリュドーンをオ,オイネウスの娘、デイアネーラに求婚していたとき、川の神、アケローオスもデイアネーラーに求婚をしていた。両者は、 デイアネーラーをめぐって、激しい戦いを繰り広げた。アケローオースは、濁流を打ちつけ、様々な姿に変身して、ヘイラクレースを翻弄したが、お牛の姿になった時、片方の角をヘイラクレースに折られてしまった。アケローオースはその腕力に降参し、その後は、アケロオースの川底で傷口を癒した。川の神に勝利したヘイラクレースは、 レイヤネイラと結婚することになり、彼女との間に子供を設けた。川の神やケロウオースはおとなしくなったが、毎年春になると傷跡からこの戦いでの敗北を思い出し、怒りのあまり洪水を引き起こすという。ヘイラクレースは狂気によって、親友、イピトスを殺してしまい、そのせいで病に取り憑かれていた。治癒のために、ベルポイを訪れるが、ミコは彼に会ってすらくれなかった。 これに腹を立てたヘイラクレースは、デルポイの宝でもあり、信託に必要不可欠な道具でもある三脚の叶えを奪おうとした。デルポイの守護神であるアポローンはこれに立腹して、自ら姿を現し、ヘイラクレースと戦った。これを見たゼウスは、双方の間に落雷を投じて、引き分けにさせた。その時アポローンは、お前の病は、殺人の償いとして、 丸三年の間奴隷として使えれば、回復するであろうと予言した。これを受けてヘーラ・クレースは、ヘルメースに連れられて、リューディアの女主人オムパレイのもとへと赴き、病回復のために奴隷として、彼女に使えることとなった。エジプトでは、ブーシーリス王のもと、豊作を願って、違法人を捕まえてはいけにえに捧げるという風習が、行われていた。 近くを旅していたヘイラクレースは、エジプト人に捕まり、生贄の祭壇に連れて来られた。そこでヘイラクレースは彼らの思惑を知り、その怪力で大暴れした。エジプト軍は彼によって、ことごとく殺戮され、エジプトは、壊滅状態になってしまった。ヘイラクレースがトロイアを訪れた時、トロイア王ラーオメドオンは、高潮と共に現れる強大な海の怪物に、悩まされていた。 この怪物は、奴隷に噴したポセイドーンが、トロイアの城壁を築いたおり、ラーオメドーンが約束の報酬を支払わなかったため、ポセイドーンが、罰として、トロイアに送り込んだ怪物であった。この怪物を沈めるために、ラーオメドーンの娘である兵士オネーが岩に、縛り付けられ、生贄にに捧げられるところであった。ヘイラクレースは、ガニュメデースの代償に、 ゼウスがトロイアに送った神芽が欲しいと思っていたので、この神芽と引き換えに海の怪物を討伐することを約束した。ヘイラクレースは巨大な怪物の腹の中に入り込み、3日も胃袋に居座って暴れ続けた。内臓をめちゃくちゃにされた怪物は死んだが、遺産によってヘイラクレースの毛髪が溶け、剥げてしまった。ヘイラクレースは報酬の神芽をもらいに行ったが、 ラーオメドーンは、約束を保護にして拒絶した。当時はまだ十二の工業の最中であり、時間があまり残されていなかったため、ヘイラクレースは必ず復讐すると言い残して、トロイアを去った。時が経ち、ヘイラクレースは仲間たちと共に、トロイアへと攻め入った。ラーオメドーンは大軍勢で、それに応えたが、ヘイラクレースの怪力にはかなわなかった。 ヘイラクレース軍は城壁を包囲し、それを乗り越えて、トロヤを攻略した。ラーオメドーンは射殺され、ヘイラクレースの復讐は遂げられた。オリュンピア遺跡の列中。十二の工業中に、エイリスをアウゲーアースに報酬を踏み倒されたことの復讐として、後にヘイラクレースは、エイリスに攻め入った。エイリス軍には、モリオネという双子の英雄がおり、彼らは、 ポセイドーンの息子でカリュドーンのイノシシガリに参加するほど武勇に優れ、怪力も許していた。双子であるがゆえに二対一の戦いとなり、豪遊無双のヘイラクレースといえども苦戦を強いられた。攻防戦の最中にヘイラクレースは病にかかり、急戦協定を結んだが、森尾根はそれを破って攻撃を止めず、ヘイラクレースは撤退せざるを得なくなった。その後、平楽レースは、 森尾根がイストミア大祭に参加するという知らせを聞き、その道中に待ち伏せして森尾根を毒屋で射殺した。ヘーラークレースは強力な英雄を失ったエイリスを攻略し、この勝利を記念してオリンピアにゼウス神殿を建て、その地で競技会を行った。以後、この競技会は4年に一度開催されるようになり、やがて古代オリンピックになった。後世の古代オリンピックでは、 ヘ楽ラクレースの末裔と信じられたテオゲネスが、花々しい結果を残した。テオゲネスは、記録に残っているだけでも、ボクシングなどの種目で1300戦全勝し、古代オリンピックだけではなくあらゆる競技会で優勝を繰り返し、生涯無敗であった。ちなみに、この人物は、神話上の存在ではなく実在した人物である。 コルキスの金曜の毛皮を求めるイヤーソーンの呼びかけに応じて、ヘイラクレースも、スータの英雄と共にアルゴー戦に乗り込んだ。レームノス島の女たちの誘惑にも打ち勝ち、快楽にふけていた他の英雄たちをったして、再び出航させるなど、ヘイラクレースは、アルゴナウ隊の中でも抜きんでた存在であった。しかし、ミューシアーにおいて、ヘイラクレースの愛していたヒュラースが、 水のニュンペイにさらわれてしまい、ヒュラースを探しているうちにアルゴー船は出航してしまった。置き去りにされたヘイラクレースは、アルゴー船を追うのを止め、アルゴスへと帰還した。ヘイラクレースは、最強の存在でありながら、アルゴナウ隊から脱落してしまったのである。一説には、この時一部の乗組員はヘイラクレースを乗船させる、ためにティーピスに船を戻させようとしたが、 カライスとゼーテンスがこれを妨害した。このことを恨んだヘイラクレースは、後に二人を手の筋まで殺したという。全宇宙を揺るがす大戦争に、ヘイラクレースは、神々と共に参戦した。ガイアは、ゼウスたちをリュンポスの神々から、宇宙の支配権を奪い取るために、ギガースという山よりも巨大な怪力の巨人たちを送り、ギガントマキアーと呼ばれる大戦を勃発させた。 ギガースたちは神々には殺されないという不思議な力を有していたため、ゼウスは半身半人であるヘイラクレースをオリュンポス側として参戦させた。ギガースはあらゆる地形を引き裂いて突き進み、大岩や山脈、島を投げ飛ばして攻撃した。神々もそれに応戦し、戦闘の衝撃によって天地は轟き、全宇宙が震えた。凄まじい戦いが繰り広げられたが、 神々の方が優勢であり、ギガースは次々に敗北していった。弱ったギガースを、ヘイラクレースの毒矢が襲い、ヘイラクレースにとどめを刺されたギガースは絶命した。パレーネへの地に触れている限り無敵の力を得る、最強の巨人もいたが、ヘイラクレースの圧倒的な怪力によってその力、引き剥がされ、彼の剛腕によって殺された。ヘイラクレースの活躍もあり、 ギガントマキアは神々の圧勝に終わった。ルカジョルダーノの1697から1700年頃の絵画、ヘイラクレースの仮装。カシータ・デル・プリンシペ所蔵。ノエル・コアペルの1700年頃の絵画、神格化されたヘイラクレース。ベルサイユ宮殿所蔵。ヘイラクレースとその妻デイアネーラーは彼らの子供であるヒュロスを連れて旅をしていた。ある日、 ヘイラクレースは川を渡ろうとしたが、家族と共に渡るにはあまりにも流れが激しすぎた。ちょうどその時川辺にいた、ケンタウロスのネッソスが、デイアネーラを担ぐと申し出たので、ヘイラクレースがヒュロスを担ぎ、ネッソスが、デイアネーラを担いで激流の川を渡った。しかし、早く、向こう岸に着いたネッソスが、デイアネーラを犯そうとしたためにヘイラクレースは、 ヒュドラーの毒屋でこれを射殺した。ネッソスは、今はの際に、自分の血は美薬になるので、ヘイラクレースの愛が厳じた時に衣服をこれに浸して、着せれば効果があると言い残した。デイアネーラはその言葉を信じ、ネッソスの血を取っておいた。後に、ヘイラクレースが、オイカリアの王女、レイを手に入れようとしているのを察したデイアネーラは、 ネッソスの地に浸した服をリカースに渡してヘイラクレースに送った。ヘイラクレースがこれを身につけたところ、たちまちヒュドラーの猛毒が回って体が焼けただれ始めて苦しみ怒って無実のリカースを海に投げて殺した。ヒュドラーの毒屋で死んだネッソスの地はヒュドラーの毒と同じ効果を示したのだった。あまりの苦痛に耐えかねたヘイラクレースは焚き木を積み上げて その上に身を横たえ、ポヤースに弓を与え、火をつけるように頼んだ。こうしてヘイラクレースは生きながら火葬されて死んだ。これを知ったデイアネーラは自殺した。ヘイラクレースは死後、神の座に登った。この時に至ってようやくヘーラーも、ヘイラクレースを許し、娘のヘイベイを妻に与えたという。そして、ヘイベイとの間にアレクシアレースと、 アニーケートスという二柱の息子を設けた。ヘイラクレースの子孫たちは、ヘイラクレーダイと呼ばれた。ヘイラクレースの死後、その子供たちがミュケないの王位を望むことを恐れた。エウリュステウスは、ヒュロスラを殺そうとして追い回した。アルクメーネーとヒュロスラは、アテー内のデーモポーンに助けられた。エウリュステウスは、ヒュロスラの身の受け渡しを要求し、それに応じないアテー内と戦った。 この戦争の中で、ヒュロスはエウリュステウスの子をすべて討ち取り、エウリュステウスは捕らわれて殺された。ヒュロスたちはエウリュステウスとの戦争に勝ったが、故郷であるペロポネソス半島に未だに戻れずにいた。しかし、ヒュロスの孫たちはミケーネやアルゴスを打ち破り、ついにペロポネソス半島へと帰還することができた。その際、テーメノスがアルゴスを、 アリストデーモスがスパルタを、クレスポンテースがメッセニアを支配することになった。このうち、テーメノスの子供であるペルディッカスは、アルゴスの多い継承争いに敗れて追放され、ギリシア北方の地に、マケドニア王国を建国した。従って、アルゴス人やスパルタ人、マケドニア人は、ヘイラクレースの子孫とされた。また、彼らは皆同律系ギリシア人であったので、 ヘイラクレーダイの帰還は、ドーリス人のギリシア侵入と関連付けられている。アガサ・クリスティが生み出した、名探偵、エルキュール・ポアロのファーストネーム・ハーキュールは、ヘイラクレースのフランス語系である。これにちなんで、アガサには、ヘラクレスの冒険という短編集もあり、ヘイラクレースの古典的物語と関連付けられている。その他、多くのものがヘイラクレースにちなみ、その名を冠している。 これらについては、ヘラクレスよび英語名ハーキュリーズを参照のこと。セネカ、ヘラクレスフリンズ235フォルティシモ、セネカ、ヘラクレスイチウス1240プリニ、ナット、ヒスト、スリー、4、ダイアドーラス4.185。ありがとうございます。